岡本、山川のヤバさを見抜いていた。月刊ジャイアンツ5月号、岡本、大谷選手は全ての感覚がスーパースターだったし、ヌートバー選手に見習うものもたくさんありました。吉田選手の試合への姿勢も素晴らしかったです。じゃあ、やはり日本代表に選ばれるような選手は、みんな素晴らしい意識を持っていましたか？岡本、そうですね。村上選手も源田選手も牧選手も気迫がすごいし、山川選手は、笑顔なんですけど危険なオーラが怖くて近寄れなかったです。唯一山川の怖さを見抜いてた岡本和真すごい。やばい雰囲気はあったんだな。ほんのり坂本と同じ香りがしたのか。さすが巨人の4番。まあ本当にやばいやつってなんとなくわかるよね。選球眼丸。岡本はおかわりくんのこと慕ってるしな。岡本とは合わなそう。まあ声でかいから表面上は仲良くするけど深くは関わりたくないタイプやな。岡本賢い。岡本何も考えてなさそうで実は割と立ち回りうまい。チームメイトなるかもしれんのにそんなこと言って大丈夫か。この記事出た後にすぐ山川がすっぱ抜かれたのおもろい。唯一の救いは WBC で岡本が打ちまくってくれたおかげで山川の影が薄くなったこと。